木人にも足があります。こうして腕を決めてから足で蹴るんですが、これも足技なんです。またこうして足を横から打ち込むこともあります。こうして足を攻撃します。いかがですか？足技も近距離で使います。ここに立ってみて、でパンチを出して、この手を受けて中に入り込み、こうして蹴り上げたりします。それで後頭部を狙うんです。もう一つありますよ。パンチを蹴り上げた足をこう下ろして相手を崩します。蹴りっていうのも柔道みたいなね。あ、我々はこの位置から正面に蹴りません。回り込んで蹴ります。回り込んでこう払ったりもします。足を前に出してみてください。パンチをこう受けて足を見ててください。こんな感じで相手の体勢を崩せますね。これが大概好專注一樣嘢，但佢做到好完美先得嘅。例如佢練力、練個動作，佢重複做一個動作，佢做到認為自己理想啦，達到自己要求，佢先停嘅。如果否則佢唔會停嘅，開始出一個拳揼，拗個拳佢哋要真係所有100%力俾咗對方嘅，佢先肯收手嘅。佢學功夫嘅時間咧，佢覺得你嘅功夫合理，佢好有興趣，同埋好專注學你嘅嘢。但覺得你個功夫無理嘅時候咧，佢直情望都唔望你，即係唔使睇你啊。